連水陸路は、河川あるいは湖の間をつなぐ陸路である。16世紀コラ半島付近の地図の挿絵、ストルグを運ぶ人々。17世紀、タギル連水陸路を進むイエルマーク。ロシア語では、連水陸路を、ボロクと呼び、引きずるという動詞に由来する。ロシアウクライナベラルーシでは、キエフルーシから、 連水陸路の利用が記録されており、航行可能なにか戦艦の連水陸路では、物資と共に船自体を引きずる、あるいは担いでの運搬が行われた。すなわち、中世にはラジアーや丸木船などの船が目的の水路まで連水陸路を越えて運ばれていた。また、連水陸路沿いに建設、発展した都市もある。連水陸路の多くは運が、運河、 あるいは車両による他の交通手段に切り替えられたが、いくつかの連水陸路の中には、観光を目的として利用されているものがある。以下、ロシア内の歴史的な連水陸路の例を挙げる。ベラルーシでは、西ジュビナ川砂岩の支流とドニエプル川湾の支流、ネマン川支流、またドニエプル川湾、プリピアチ川砂岩の支流と、西ブーフ川支流、ネマン川支流との間を、 連水陸路がつないでいた。井桁貞義編。混載スロア辞典三成堂。2009年。P1078. 井桁貞義編。混載スロア辞典三成堂。2009年。P673. 田中明智子。倉持朱義地。和田春樹編。世界歴史体系ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス。山川出版社。1995年。 P42 イゲタ義ダヨシ編根菜スロア時典三成堂2009年 P783 税1993税14 1898 9、a b 6 1 2000連水陸ロロシアに関する参考文献ありがとうございます